突然の解散総選挙、安倍総理による解散権の乱用、私利私略にまみれた森友問題、加計学園問題封印のための解散総選挙でも、国民有権者にとっては本当に大事な総選挙投票日、明日明後日、選挙戦も残るところあと2日となりました。こうして今日は一関駅前に小沢一郎候補、全国の厳しい戦いを進めている仲間の応援に回っている小沢候補に代わって、これもまた全国の仲間の応援に走り回っている自由党共同代表山本太郎参議院議員、山本太郎さんが今日は駆けつけてくれました。そして小沢一郎候補の戦車助手席を今日朝から務めていただいた山本太郎さん、実は昨日は札幌、おとといは沖縄、元気いっぱい回っている、今日一日マイクをずっとずっと持ち続けていただいた私たち自由党、そして小沢一郎候補の良き仲間であります。本当にありがとうございます。皆さん拍手をお願いします。太郎さん、ここにおります。やっぱりありがとうございます。やっぱり皆さん仲間っていうのは大事です。どうか今回の選挙、あの安倍政権、我々皆さんのためにある憲法を自分自身の思い一つで変えようとしている国民の声を寄せてください、聞かせてください。自民党の今のテレビ CM 皆さん見ましたか？私は耳を疑いました。いつ国民の声を聞くんですか？そういう権力の振るい方、国民の、そして地方の生活、農業、農村、漁村の生活、全く知らないんじゃないか。その安倍政権権力と小沢一郎候補、そして我々の仲間の沖縄選出、今戦いを進めている佐々木デニーさん、幹事長であります。基地の反対に一生懸命戦っている田崎デニーさん、そして3人は今日駆けつけていただいた山本太郎さん、そして森ゆう子さん、私も一緒に、我々は今の政権ともう一気に戦っております。しかし皆さん、やっぱり我々の仲間はまだ数が少ない。野党の皆さんと手をつないで仲間作りをして、それは私たちは排除ではありません。しっかりと仲間と手を結んで絶対に安倍政権を倒したい。どうですか皆さん、どうか一関市民の皆さんの力を合わせて、そのためにも野党結集、野党共闘を進める、その中心で野党の皆さんに呼びかけをさせていただいている小沢一郎、今回の選挙絶対に勝ち上がらなければいけない。安倍政権をこれ以上思いのままに自分たちの思い一つで進める政治、ここでストップをかけなければいけない。そのための皆さんとの共にする戦いであります。どうか小沢一郎に一つ、もう一つの力添えを、仲間作りをよろしくお願いします。一つ皆様にお願いを申し上げます。明日小沢一郎、明日の朝から、そして明後日まで、もっと早くと言われておったんですが、仲間の思いでやっとで明日明後日この地元選挙区に帰ってまいります。一の席は12時10分、明日12時10分コープ一ノ関コルフォ前、どうか小沢一郎、一ノ関の皆様に久々に
お願いに伺います。そして心を結び、信頼を結び帰ってまいります。どうか皆さん、小沢一郎の必死の歌をお聞きおいでいただいて、共に決心をいただきますことをお願い申し上げます。それではお待たせしました、山本太郎さん、マイクをお譲りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまは仙台本部長の広橋英治参議院議員からのお願いでございました。それでは皆様、お待たせをいたしました。どうぞご注目ください。小沢一郎頑張れ、小沢一郎頑張れと駆けつけていただきました。自由党共同代表山本太郎、参議院議員から小沢一郎のお願いを申し上げます。高いところから失礼いたします。皆さん、おめでとうございます。一ノ関にお住まいの皆さん、おめでとうございます。24年ぶりに皆さんには小沢一郎と書いていただけます。ありがとうございます。選挙区が大きくなったんですよね。今日一ノ関に入ってきて、そのように皆さんにお伝えしてました。力を集めていただきたいんです。小沢一郎をただ勝たすだけじゃダメなんです。どうしてか、この数年の間、安倍政権、地方に対してどんなことしてきました。東京一極集中、大きな街だけ繁栄する、そういうことにばっかりお金使ってきたけど、地方は事実上切り捨てたんじゃないですか。岩手県の対比、岩手の皆さんがその怒りをぶつける対象として小沢一郎に投票していただいて、圧倒的得票差でぶっちぎりで小沢一郎に勝たせていただきたいんです。力貸してもらえませんか。それだけじゃない。この数年間、皆さんどんな生活でしたか。生活者破壊、気づかないうちにどんどん進んでますよ。生活苦しいなと思う人結構多いでしょ。皆さんにお聞きしたいんですよ。アベノミクスで私お金持ちになりましたって方、手を挙げてください。晩ご飯おごってもらえませんか。いらっしゃらない。残念です。これ全国どこで聞いてもいらっしゃらない。当然です。アベノミクスで金持ちになったのほんの一握り、数パーセント、ひょっとしたら 1% かもしれない。どれくらい儲かったかって、上場企業、大企業、過去最高益、あのバブルの時よりも儲かってる。この数年で100兆円を超える丸々の利益を蓄積してる。それだけじゃない。金融資産、この4年で200兆円増えてるんですよ。200兆円、確実に金持ちになっている。皆さんとは一切関係ない話なんですよ。で、関係のない人々、99.9% ぐらいの人々はどんな状態になってるのか。ギリギリで生活してる。やっと今月乗り越えられたって人たちが圧倒的多数なんですね。どういうことか。厚生労働省調べてます。国民生活基礎調査、どういう内容か。生活が苦しいと答えた人たち6割近く、子供がいる家庭6割を超える。男女の賃金差ありますよね。女性の方が賃金安いから苦しんでる人たち多い。お仕事ご苦労様です。金融の中は金融の人たち82.7%、あまりにも危ないですよ。男女の賃金差、女性の方が低いから貧困に陥りやすいのが女性。20歳から64歳まで3人に1人が貧困。むちゃくちゃだと思いません。しょうがないよ、金持ちは 金儲ける才能があるんやから。そういうふうに諦められますか。資本主義は格差があるのが当然や、そんなこと言う人いるんです。でもその格差を極力減らしていく、その調整をするために政治があるんですよ。そのためにあなた税金払ってるんですよ。にもかかわらず大企業から過去最高益、あのバブルの
時よりも儲かってる企業から満足に税金が取れない、どころかますます税率は下がっていく。そしたらこの国の収入が減るからって消費税という形でそれを補填する。消費税という形で皆さんたちがどんどん増税していってるんですって。これって政治が機能してませんよ。ありえない話じゃないですか。国が何のためにあるのか、どんな金持ちでも明日どうなるか分かりませんよ。私この演説終わった後に体動かなくなるかもしれない。その時に困った時に、あなたが困った時にすぐに手を差し伸べてくれるのが国であったり行政であるために、みんなで税金払って支え合いのシステムを作ってるんですよね。それが国ですよ。それが政治じゃないですか。それを決めるために政治があるのに、今やられてることは本当に一部の人たちのためにおいしい思いをさせるための先ほど言いました、金持ちはもっと金持ちに、大企業はもっと儲けるように税率低くする。ありえないでしょ。この半年ぐらいかなり話題になりましたね。森友学園問題、加計学園問題、散々テレビや新聞でやったからもうその話飽きました。お腹いっぱいで言われる方いらっしゃるんですよね。思いをさせるっていう、今毎日のように国会永田町で今までずっと行われ続けてきたことの氷山の一角、象徴的な出来事なんですよ。皆さんにお聞きします。8億円値引きしてもらった上にただ同然で国有地をもらえる方、この中にいらっしゃいますか？いらっしゃらないんですか？いらっしゃったら政治献金もらおうかなと思ったのに、いらっしゃらない。じゃあこれだったらどうですか？36億円の土地無償譲渡してもらった、そんな方いらっしゃいません？事業費の半分96億円を補助金で出してもらった方いらっしゃるでしょ？いらっしゃらない。そうなんです、皆さんは該当者じゃないんです。安倍総理夫人とお友達じゃないですもんね。そんな友達のためにしか仕事をしない、そんな権力が生まれたとしたらこの国の未来はどうなる？壊れますよ。これ憲法違反です。憲法15条違反、何て書かれてるか、公務員は当然総理大臣も公務員ですからね、私も公務員ですから、憲法15条、公務員は全ての奉仕者であって一部の奉仕者でない。お聞きしたいんです、森友学院や加計問題憲法15条違反だと皆さん思うんですか？大企業に対して大減税、その税率さえも払ってない。他にも税を割引してもらえるようなシステム80以上ある、租税特別措置、そんなんでどんどん100兆円もこの数年間で溜め込むみたいな政治やってて、これ憲法違反じゃないですか？一部の人たちのために法改正を行ったり新しい法律作ったりとかしながら一部の人たちだけしか得しない政治を続ける、これ明らかに全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者ですよね。そういう政治がはびこれば、先ほどお話しした通り生活が苦しいって人たちがどんどん生まれてきますよ。幸せは全部皆さんに行くんです。皆さんが払った税金を横流ししたり、皆さんの財産である国有地が勝手にプレゼントされたり、あまりにもありえない。今人生を生きてて自分は間違いなく世の中から必要とされていると、そう強く感じれる方ってどれぐらいいらっしゃいますか？ほとんど手が上がらない。何のために生きてるかわからない。自分なんていなくなってしまった方がいいんじゃないかって思うような人たちが多くを占める国なんて、政治が機能してないだけなんですよ。国が何もやってないことをあなたが努力足りないんじゃないのっていうふうにすり替えられてるだけなんですよ。これじゃ政治ある値打ちがない。税金払ってんのに本当に価値のある、税金払う価値のある政治を始めましょうよ。消費税上げる論外です。ないところから取るな、あるところから取れ。皆さんいかがですか？これができれば消費税増税なんて必要ないですよ。うまくいけば消費税減税できます。
そんなことも分かっているのにそれをしない理由は何でしょうか。ありえませんよね。力を貸していただきたいんです。あなたの生活に光が当たるような政治をさせるためには、あなたの代理人を自分たちの手でしっかりと送り込まなきゃいけない。小沢一郎、国民の生活が第一っていう政党名作ったぐらいの人ですからね。この人のポリシーに現れてると思います。この国に生きる多くの人々が安定した暮らしを送っていかなければ日本の未来なんてないですよ。当然ですよね。国家を私物化しない、全体の奉仕者として自分の人生を捧げる、その魂を持った男が私は小沢一郎だと思ってます。力を貸していただけませんか。で、先ほどね、凱旋を小沢一郎にしてるときに車が近寄ってきて大声でね、何か言いたいというおじさんがいたんです。で、って耳を傾けたら、津波の時お前逃げただろう、そんな言葉を投げかけられたんです。放射能から逃げた、津波から逃げた。でも考えてみてください。小沢さんがこの混乱してる時に現場にいきなり入ってきたら、それで小沢さんの力を発揮できますから。県のトップタッソさんがいるじゃないですか。情報を集まってくる。じゃあ国として何ができるのかってことを采配していくってことを東京でやらなきゃ、東京を離れちゃダメな時なんですよ。そういったどこに物資を届けるのか、何が足りないのか、集約する場所が必要だって話なんだ。逃げたんじゃない、仕事をするために残っていたんだ。フェイクニュースに騙されないでいただきたい。散々この方は国策捜査とかで足を引っ張られてね、本当に人格破壊までされたけど、よく死ななかったなと思いますよ。どんだけ心強いんだ、ハート強いんだ。そのハートの強さは何なんだっつったら、この国に本当の民主主義、それをスタートさせたい思いで溢れてる人なんです。力を貸していただきたい。あるところから取る、ないところから取らない、そういう税金の取り方をしながらどう分配をしていくか、それを考えるのが政治です。あなたの生活を苦しくしているのはあなたのせいじゃない、刷り込まれないでください。あなたの努力が足りないからじゃない、国の政治が機能していないからなんです。力貸してくださいよ。そしてこれからも応援し続けてほしい。それとともに監視してください。政治家も政党も信頼していただいても結構、でも監視していただく部分も必要です。力を貸していただきたい。今回の選挙は小沢一郎にぶっちぎりで勝たせてください。一ノ関の皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまは自由党共同代表山本太郎参議院議員から小沢一郎のお願いを申し上げました。皆様、お疲れ様でした。そして本日はご当地の一ノ関市議会から市議団の皆さんが、そして平泉町から平泉町議団の皆さんにもご参列をいただいております。今日は限られた時間内での遊説ということで、市議団町議団ということでご紹介をさせていただきますことをお許しいただきたいと思います。どうぞ選挙戦も明日明後日2日のみとなりました。どうぞ皆様、市議団町議団の皆様もご支援をお広げいただきますようによろしくお願い申し上げます。早速今山本